やばすぎるときはお母さんが起こしてくれ。古い人間になっちゃいました。ゴルフ場を出たら原動なんですね。ゴルフ好きですね。じゃないとここまでできないと思いますよ。親と話して、あとまあ大学の方とも話して、最後は自分で決めました。大手前大学1年、安田優香です。はい、いらっしゃい。こちらの最高の試合に押してきました。おう、MS Politician、優香って同じことやったね。はい、I'm a sportsman since I'm a... Good, thank you. And number seven. Zaza Green has been fast as schools or new buildings. あれや、あの、合ってるやつを読む。まあ、得意ではないんで、まあ、英語が一番大切だと思うので、まあ、その週に授業もたくさん取ってるし、してない人よりは聞き取れる部分も増えるかなって思います。 People can visit some rooms on some days visit August and September people can visit some rooms on the place in AugustAnd 言ってくれた。両方から聞こえる。いけるんじゃん。いけた。まあ、People、うん、can visit、うん、some rooms、うん、of the palace、うん。パラスカタカナで言った。パラス。パラス。In August and?September. August and September. パラス。めっちゃ異色なもん混じってる。今日味噌買ってきて。めっちゃ美味しそう。あれな。行くのか。めっちゃ早かったんだ、この試合。そうだった。ほんまに早かった、最後。13くらいあった気がする。13ってもう30って1個からで。マジで、ゆうかんのさ、半分、4割ぐらいだったんですよ。ちゃんと。ほんまに。家の自分の布団でなんかその寝れるのが幸せです。まあ眠たい時は普通に寝てお昼寝とかもします。へえ。音楽ですか、はい、好きです。洋楽、ノリがいい洋楽とか EBM とか好きです。そういう系なんですね。はい、もう好きですし、ジャスティン・ビーバーとかも好きです。あ、なるほど。はい、明日1日何でも何してもいいよって言って、お金も気にしなくていいよってなったら何がしたいですか。はい、明日もしですか。はい、何でもしていいよって言われたら、まあお金も使っていいんですよね。はい、たらまあ普通に朝起きてなんかその友達とご飯食べに行ったりして、まあ、映えるとこ行ったり、何写真映える、あ、はい、なん
かその美味しいものを食べに行ったりしたいです。めっちゃデブみたいじゃない。え、でも、ゆうかが好きなやつはこれ、これが好き。新鮮。ありがとうございます。ありがとうございます。シェア。昔はでもそんなになんか負けて悔しいとかなかったんですけど、最近っていうかまあ中学生ぐらいになって負けるのが悔しくて、なんか普通に体育とかでも負けたら悔しかったです。はい。それはこうなんかあったからそうなったというよりは徐々になっていった感じ。徐々に多分なんか全国大会とかで優勝争いとかするようになってからだと思います。大事なもの、大事なもの、免許。免許大事。仮免落ちました。84点ですよ。嫌いです。そういうの本当嫌いです。行ったことないところ、電車、それこそ電車使ってあのいろんな場所行ってみて、気になる場所があったら行ってみて、別にその買うものもない、もうその目的もないんだけど気ままにブラブラしてるのがちょうどいいぐらいですね。下手したらそのブラブラで何か目的が見つかるかもしれない。どうせだったら彼女とかいいです。どうせだったら、どうせだったら今こっちは一人で過ごしてるから、まあ、いずれは浴衣女子と歩けることを祈って。結婚願望あるんですか？もちろんあります。だけどまだないんです。僕まだない、まだない、まだない、はい、まだちょっとないかなって感じで、あるのは全然素直にあるんですけど、最初は25あたりで結婚できればいいかなと思ったんですけど、今思えば25ももう来ちゃったんで、30ぐらいでもいいかな。でもこんなことしてたらまた5年伸びるのかなと思って。喋ってる方がいいです。喋らずの今回音楽も何もやってないんで、この5分っていうのはすごく長いですよ。とりあえず10分だったらあと1分半ですよ。誰か質問お願いします。1分半は長いです。はい、ノーコメントでいいですか？そこでこの話増えます。ちょっと
必死だから、口が滑らすから。あ、やばいです。大丈夫。あ、結構前ですね。はい、結構前。まあまあまあ、それはそれ、これはこれです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。質問タイムシュー。